はい、どうも、アウサンツーでーす。今日はね、先日、行われた、KBS のアスリートゴルファーズ選手権、今季の、僕の、まあ、いわゆる試合と言われる、ものの、初試合ですね、初戦ですね、行ってきました。それのね、結果の報告、動画、になります。はい、まあ、KBS のアスリートゴルファーズ選手権といえばね、去年ね、僕が、まあ、予選を通過し、エリア決勝で、3位に入り、賞金を手にし、初めて全国に行った、思い出の大会試合というかね、僕はね、まあ、年間そのいわゆるパブ戦、あとパブミット、あとこのアスリートゴルファーズ選手権 KBS の、まあ、この3試合しかね基本出ないんで、まあその3つのうちの1つの一番最初の予選ですね、それ行ってきました。はい、KBS のね、このちょっとシステムを説明すると、ウィンター、スプリング、サマー、オータムとね、大きく分けて4シーズンに分かれてて、で、まあ、そのシーズンで、まあ、各地で行われるんですけど、まあ、関東の場合は、ウィンターはその3つかな、の予選会場でやって、でエリア決勝、ブロック決勝があって、そこを通過すると、秋のね、11月に、全国大会が行われるんですけども、まあ、僕は去年は、オータムいたかな、秋、9月でしたね、の、予選に出て、まあ、通過していったんですけども、今回ね、ちょっともう春先早々から、出ました。春先っていうかまだ冬ですかね。これね、予選ね、何回出てもどの会場出てもいいので、まあ、そういうね、部分はあります。はい、僕がねこの KBS 去年出始めてから結構聞かれることも多いんで、この大会のことを。でね、僕も、この KBS、出ることにしました、出ましたっていうね、そういった声もねいただいてるんで、まあ、概要欄にね、リンク貼っとくんで、興味ある方はぜひね出てみて、もらえると、いいんじゃないかなと。ちなみにね、今日の練習なんですけども、まあ、最初の方のアプローチは、まあ、ワッフォーさんに教わったアプローチ、やっぱね、宮崎合宿で教わったアプローチはめちゃくちゃ調子いいんで、まあ、調子いいというか、アプローチってこうやるんだなっていうのがね、やっと分かりました。今までね、開いて打つのが苦手だったんですけども、開いて打つこともできるようになって、まあ、すごくいいね、勉強になりました。うん、で、普通のショットは、土屋さんから、先日教わった、僕ね、手元がね、ヘッドがアウトサイドに上がるのはいいんだけども、手元もアウトサイドに上がってるっていうことで、それをインサイドに引くというね、そういった、レッスンを受けたんで、それをね、今ちょっと練習してます。そのね、 KBS のね予選の前日に井戸江さんからレッスン受けて、でレッスン受けたことやるかな、どうしようかなと思ってたんですけども、結果やったんですよ。そしたらね、結構僕の中ではショットは、なかなか思うようなショットが結構打てましたね。はい、そうです。まあ、結果から言うと、まあ、予選は通過しました。はい、ちょっとね、手元にね、結果の、詳しいあれ出てないんですけど、持ってないんですけども、僕ね、そう。で、その日ね、めちゃくちゃ風強かったんですよ。風強くて、で、まあ、花粉もやばくて、で、グリーンもパキパキで、僕、89だったんですね。ねえ、お恥ずかしながら。
それでも予選通過しました。13位でした。はい、何位までが通過だったかな、16とかだったかな、うん、でね、70代2人しかいなかったですね。それぐらいね、かなり厳しいコンディションでした。はい、まあ、その70代の2人はもう JGA 選手だったかな、うん、で、まあ結構ね、アマでも、上位の方も結構打ってたりしたんで、まあ本当俺諦めてたんですけども、まあなんとか通過できてよかったですね。はい、でね、ショットは良かったんですよね。でも風が強いんで、風が強いというか、風が一方向じゃなかったんですね。なんか台風みたいな、もうティーグランドは右から来てるのにフェアウェイは左から来てるみたいな、もう爆風でしたね。もうここ最近ずっと風強いじゃないですか。最近風強い中でしかゴルフやってなくて、もう花粉もあれで、なんとかね、でも本当もう1打でも少なく上がろうって最後まで思ってたんですけど、でもさすがにこのスコア厳しいかなと思ってたんですけど、なんとか通過しましたね。いや、もうだから初戦はね、なんとか、通過できましたね。でね、今回ね、同伴者の方に女性がいらっしゃったんですよ。俺この KBS で、あ、女の方も出れるんだなって僕初めて知ったんですけども、しかもね、同じカテゴリーで回るというか、あ、これシニアの方も結構同じカテゴリーで回るんですよ。まあ、T の位置は違いますよ。一般男性が黒で、シニアが青で、女性が白でしたね。で、その女性の方が僕初めて見たんですけども、一人参加されていて、去年もね3回出たんですけど1回も女性見なかったんで、でね、女性もだから出てみるといいですよ、これ KBS、うん、でね、その女性の方がね、どうやらかなり有名な方で、で、まあ、僕もご挨拶したんですけども、かなりのトップアマで、これ名前言っていいのかな、で本人のインスタとかにも出てたんで言っていいかなと思うんですけど、竹澤さんというね、で、まあ、話したんですよ。で、共通の知人が結構いて、ゴルフ夫婦のゆかさんだったり、でもね、僕がインスタにストーリーね、竹澤さんと写真撮ってるところ載せたら、なんか知ってますみたいなね、DM をいただいたりとか、結構ね、かなり有名な、で、日本ミット行ってるんで、もうかなりのトップアマの女性でしたね。で、めちゃくちゃうまかったです、やっぱり。はい、かなりすごくね、小柄な方なんですよ。すごい細くて小さい子だなと思って、で、なんかすごく若く見えたんですね。で、これ年齢のカテゴリーあるんですよ。まあ、でも学生みたいな若い人出れないんで、30以上だったかな、うん、でとてもそうは見えなかったですね。なんかもう子供みたいな、それぐらいこう若く見えたんですけど、めちゃくちゃなんか飛んでましたね。なんか手打ちとは真逆の、もう目いっぱい体使って、ね、今年はね、僕もね、手打ちはある程度マスターしたので、ちょっとね、もう今一度体をまた使って、やっぱ距離伸ばしたいですね、今年は。うん、ティーの位置が違うんで、ワンチャン飛距離がうやむやになってましたけど、かなり飛んでましたね、その子。うん、でも曲がらないし、さすがにね、風には苦戦してたんですけど、まあ、もちろんね、僕なんかよりも全然いいスコアで回ってたんで、次のエリア決勝でまた、同じ会場で、まあ、その方が出られるかどうか分かんないんですけども、またね、会えたらね、嬉しいかなと思うんですけども、ちょっとね、やっ
もっとしっかり振らないとダメだと思いましたね。僕の組みんな飛んでたんで、男の人もやっぱめちゃ振ってますよね、しっかり。うん、で僕飛ばないのに振ってないっていうね、何なんだって思うんですけども、やっぱりねもっとね振っていかないとダメですね。はい、まあ曲がらないものを取ったっつったらそれまでなんですけども、やっぱりねある程度